本日はこちらのフラワーネイルを作ってみたいと思います。それではどうぞ。ではまずベースを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では黒のジェルを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次にこういった細めの筆で白のお花を描いていきたいと思います。では5枚花を描いていきます。ではライトに入れます。はい、では次に色をつけていきたいと思います。先ほど使った筆を拭って使っていきます。ではまず黄色を塗っていきます。では次にピンクを塗っていきます。では次にブルーを塗っていきます。はい、では一旦ライトに入れます。ではもう一度色を濃くしていきます。
ではライトに入れます。はい、では次にこちらの細筆と黒のジェルを使ってお花に線を描いていきます。はい、では一旦ライトに入れます。はい、では次に縦線と横線を描いていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では次にいらなくなったパサパサした筆などを使って白のラインを入れていきます。花の中もポイントで入れていきます。はい、ではライトに入れます。では一旦ノンワイプトップジェルで仕上げます。はい、ライトに入れます。はい、では次にシールを貼っていきたいと思います。こちらのラブリーシールを貼っていきます。シールが浮かないようにしっかりと貼っていきます。はい、ではこちらをもう一度ノンワイプトップジェルで仕上げていきます。ではライトに入れます。はい、こちらでフラワーネイルの完成です。では薬指にも描いていきたいと思います。はい、ではベ
ースを塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では黒のジェルを塗っていきます。ライトに入れます。はい、ではもう一度塗ります。はい、ライトに入れます。はい、ではお花を描いていきます。ライトに入れます。はい、では色をつけていきます。ライトに入れます。ではもう一度塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では次にこちらの細い筆を使って黒の線を描いていきます。
ではライトに入れます。はい、では縦と横の線を描いていきます。ではライトに入れます。はい、では白のジェルを使って線を入れていきます。ではライトに入れます。はい、ではノンワイプトップジェルで一旦仕上げます。はい、ライトに入れます。はい、ではシールを貼っていきます。ワイプトップジェルで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、薬指の完成です。はい、他の3本はグレージュと黒で仕上げてみました。こちらで大人なフラワーネイルの完成です。本日も最後までご視聴ありがとうございました。